低温殺菌牛乳、パスチャライゼーションとは、食品等の加熱殺菌法のうちで、摂氏100度以下の温度で行う方法を言う。1866年に微生物学の祖である、ルイ・パスツールとクロード・ベルナールによって、ワインの殺菌法として、最初に導入されたことから、パスツールの名をとって命名されている。後に導入された高温殺菌法と代比して、低温殺菌法とも呼ばれる。 この方法をパストリゼーションと表現する場合もある。パスチャライゼーションは微生物を完全に死滅させることではなく、害のない程度にまで減少させることを目的としており、従って一部の耐熱菌は残存しうるため、一般に消費期限は高温殺菌品より短く設定されている。この方法を用いると素材の風味を損なわず、 ワインや酒に含まれるアルコール分を飛ばさずに行うことが可能であり、高温殺菌法と比較して熱変性などによる品質、風味の変化が抑えられる利点がある。日本ではパスツールに先立つこと300年も前の1560年頃に日本酒において同じ方法が経験的に生み出され、以来、火入れとして行われてきた。後に牛乳にも応用され、 牛乳の風味を損なうことが少ないとして多く採用されている。この方法で殺菌された牛乳はパスツールにちなんで一般にパスチャライズド牛乳と呼ばれており、この低温殺菌牛乳には方法としては次の二つがある。加熱していくと耐熱菌を除いて微生物は死滅していくが、その死滅温度は60度で10分間ほどである。ありがとうございます。